波をつかんで勝利を勝ち取れ。データロボサイト7。誰だお前は。よかったよかった。先生のおかげです。ダメですね。俺様の勝負、ここでほぼ決まるかもしれません。一桁。さあどうかな。やばい、これはめちゃくちゃやばい。いやいや来ないよ。ちょ番号の方はじゃあ見せていただいていいですか。今日街ブラロケじゃなかったでしたっけ。やりますか。その心配はしてたんよ。一応準備はしてましたよ。そのねロケとこいつが北千住の美味しいお店をね。いやそうですね、我々ね、はい、回っていきたいと思います。回っていきましょう。いや絶望的な見せてよ。こちらです。いや街ブラ決定。街ブラ決定。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。今日本当掴んでもらって、はい、その構成っていう楽しさを知ってもらわないとダメですから。そうですよ、ちょっとお前や、取れなさそうな番号引いたお前や。あ、俺か。途中 E ダインとかが、あ、そうですね、あのデータを多分 DKO さん見られるんで、はい、ずっと見てるんで裏で。お、ずっと見てる、ずっと見られてるんだ、はい、俺。いや大王ですよ。あ、大王。データをね、サイト7で。このペロリナさんをずっと見てたら無能ですから、あいつは。積もれなくても勝てばご褒美もいただけるんですよね。全回転とか引かないかな。全回転ごっと俺様は今日はね積もりに来たんじゃない、アマゾンギフトを取りに来たんだ。怒られる。左からゆるべる、右からゆるべる、右からやってきた、上からやってきた、右からゆるべろす、左からゆるべろす、それを俺は左へゆるべろす。ドドンマン、本日一発目のドドンマンです。あー、おー、でも自己新記録出ました。おーおーおお、ええー、ごめんなさい。これ一番ちょっと編集、これ一番だから最強特化ゾーンだよね。あのゲーム数とセット数、はい、両方乗るやつだよね。ちょっとこれ一番いかんですよ、この。そうなんだよな。これ一番いかんのよ。その結局設定とか関係なく買ったじゃないですか、これでいいじゃないですかってなるのが一番いかんのですよ。やばいぞ、ガチ勢が引きに負けてしまう。飲み込まれる瞬間ですよ。これもパチスロよね。残り何ゲームだって俺。すごいぼーっとしてた。あー、デフォルトですね、唯一の。まあ、特に高設定っぽいところは見られてなくて、はい、今終わったら無事にプラスになってアマゾンギフト券もいただけて、あかんねんそれは。実践終了とさせていただきたいと。そう言ったかもしれないけど、ダメよ、高設定を使わないとダメなんですから。そっかー、ダメかー。ルース設定示唆ですね。うわー、お前は設定6なんだよ。あー、あ、でも高設定示唆じゃん。高設定示唆ですよ、先生たち見てる。おめでとうございます。ボロ勝ちです。ボロ勝ちアマゾンカードこちら3万円分プレゼントとなります。おめでとうございます。俺本当いいんすか、だって3000万円近く出してさらに
や全然全然、はい、分けますか。あ、分けますか、分けますか。いや無理せんでいいよ。テンション明らかに下がってるやん。プレゼントということで。ありがとうございます。もらえるんですか。そうですよ、私めちゃめちゃ欲しいんです。私もずっとファンの人に言ってるんです。アマゾンギフトカード。そうですね、はい、そう、何かあったら欲しい、ね、だってアマギフもらえるって言ってたもん。キビアン、アマギフのことしか言ってない。え、みんな大好きです、アマギフ大好き、本当に大好きね。何ですか。はいはいはい。はいはい、はいはいはい、ね、笑い方なんの、はい、あはははって。お願いお願いお願い。笑い方よ。なんでなんだ、なんで。楽しみながら打って光ってくれた。失礼します。はい、人力車という事務所の大倉さんの後輩のコネオインターナショナルという芸人なんですけれども、私めちゃくちゃ負けちゃってるんですよ。だから今日指導で勝たせていただくっていう。あ、いい台ありますね、いい台。台良さそうですね、この台。うわー、誰か来た。あ、どうもどうもどうも、お疲れ様です。いやいや、このガード伸ばそうとしないでください。短い。え、これ伸びないんすか。いや、伸びないです、伸びないです。来い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 。来たー、やったー、やりました。すごー、先生、ほらやりました、やりましたよ。めっちゃ感謝してるじゃないですか。おめでとう、嬉しいです。すごい。え、なんでだろう、人皿パンパンじゃないですか、はい、すげえ。ちょっと、いやいや、怖いから、目つき怖いから。トイレ行ってきた方がいいんじゃないですか。ちょっと後でトイレ行ってきます、はい。いいな、誰かあそこの席欲しいな。後から来て座った座って出しちゃってる。うわー、やばい、憧れー。やばい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 。帰り道気をつけな。襲う気ですか。いや怖いから。あおお、ありがとう、おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。すごい、よかった、ありがとうございます。キーンキーンキーン、馬がいるな。ヒーンヒーン、馬がいるな。ヒーン先生、400いっちゃうよ。あ、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 ちょっと洋物みたいな声出さないで。もうおうおう聞こえる、おうふおうふですわ。席変わってください、席変わってください、席変わってほしい。トイレ行ったぞ。トイレ行った。これって空き台じゃない。空いてる、空いた台。え、今どうなってるの、今ついてるの。ゴーゴーランプついたまま空き台になった。あれ、ちょっと行こうかな。先生、そっち行きたいんだけど。いいですよ。いいですか。これと、これ交換しようかと思ったけど、ね、交換しよう。間違ってんじゃん。やった。カーン。まあいいでしょ。あれ、ヒビアンが打った瞬間バーになったんだけど。あれね、れれ、ちょ、何してんすか。調子いいな、調子いいな。ちょっとトイレ長いですよ。いやいやいや、何してんすか。トイレ長い、トイレ長い。向こうの台で言ってたの。いや、ひどいですよ、マジで。俺の当たりですよ。お疲れっす。目先の勝利にしか見てないですからね。パワーラーですかね、先生。あの、こういう方々に高設定を打つ楽しみを教えるっていうコンセプトを、ね、まさかこれで捨てないですよね。もう打つ気ないです。ちょっと嘘でしょ。おかしいでしょ。捨てるんすか、その台。だって出ないんすもん。だって出ないんだもんじゃないですよ。こんなこと許されますか。欲しいな、メダルくれだって。いや、おかしいおかしい。欲しいな。ちょっと待って、赤い箱に入ってる。いやいや、おかしいから。いや、うわー、聞きましたか今。メダルとは言わないんですよ。赤い箱に入った丸いやつが欲しいと。証拠残さないんですよ。そうですね、これまあ録音されてるかもしれない。そうですよ、だからメダルが欲しいなんか言わないんで。そんな俺パチスロ番組見たことないですよ。見たことないです、勝つ負けの問題じゃないですよ。違うんですよ、もう他にメダル打ちもしないんです。これ欲しいなっつって。行ってきます。ええ、ちょっと別の、え、大移動。嘘でしょ。信じられない。頑張って頑張ってじゃないですよ。頑張って、嘘でしょ。頑張って、じゃあ
そういう感じで。いやそういう感じちょっとおかしいですよ。盗賊、女盗賊ですよ、おかしいから。おっとー、とっとーと来ました、やった、キャッキャー見に来たよ。すごい当たってる声がすごいします。当たってます彼女。マジか。彼女当たってます。いやいや、口でのビッグの音楽いいんですよ。いやいや、ちょっと、いやピエロの真似しなくていいんですよ。ちょっとマジで777いっちゃいましたよ。気が狂いそう、気が狂いそうです。口でビッグの音楽言ってきますよ、この777で。いい台が開いた、こっちに移動してもらいましょう。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい台がいたんで、移動しましょう。あ、おっそう、はいはいはい、あー、おっそう、わお、よっしゃ、ふー、当たるとすごい、もうキャーおめでとうございます。ありがとう先生。投資が460枚、回収が557枚で、プラス93枚。やった、おめでとうございます。いや、さすがですよ。多分ビッグ負け合算確率からして最後ちょっとハマったけどプラスなんで、はい、まあおそらく本当に4、5あったんじゃないかなと。そのどこかっていうのはちょっと分かんないんですけども、多分高設定は出たんじゃないかなと、はい、前日からの据え置きで素晴らしかったです。で、大月さん、はい、投資が506枚、うん、回収がなんと942枚、おプラス436枚。素晴らしい、感動。勝ちにコミットするスローザップですから、はい、いや、どんな出し方してんの、はい、そこちゃうやろ。ですからそのこ決め台詞言うとこちゃうぞ。違います、これまだ言いますんで。いや、目は離しません、カメラが。知らねえよ、はい、なぜ勝ちにコミットするスローザップですから。いや、下手くそやねん言い方が。普段はこう勝ちを意識した立ち回りをされてますか。してるつもりです。あ、してるんですけど、はい、なぜかまあ勝ってないんですよね。いや、それはできてないのよ。でもあのホールのね、なんか、はい、あの3周とか4周とか5周とかしますし。違う運動会の基準やから。それその何周回ったから頑張ったじゃないんですよ。朝一大選びでなんか10分ぐらいかけたりしますし。いやもう、いやいや10分もう狙い台もう埋まっちゃってるでしょ。そうですよ、へこんでるもんね。へこ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 台だし、入り口からすぐ見える台だから見せ台的な感じであるかな。私ちょっと弱地信者な部分があるから、弱地が落ちないだけですごく不安になっちゃうんだよね。これでなんか私の長年の 窓曲げ2を打ってきた感で、これじゃない感ありますって言ったらダメなんだよね。弱地4回でしょ。サンプルとしては正直言っておそらく全然足りないと思うんですが、これじゃない感早いかもなと思うんですけど、はい、これじゃない感なんですよ。これじゃない。そうですね、オーラ的な要素というか、あの 台からのやる気を感じないじゃないですか。やる気は感じない。おー、ダメですね。チェリーは200ぶっちぎっちゃってるんで。じゃあかなり悪いですね、トータル的には。トータル面悪いんで、これ取り切ってその時の状況でやめて移動しましょう。はい、素晴らしい、しっかりと子役も引いて判断できてますね。まあ、今のサンプルぐらいだったらもう絶対もうやめてもいいと思うんですよ。はい、来たー、裏、裏ボ、裏ボ。200ゲーム640枚、悔やまれることが多々あった。あのあれかも、長考中の推し順チャンス目からもしかしたら長考行ったかもしれない。それはそれで設定差あるわけで。え、ここでちょっと、あ、何、あ、大丈夫かも。光ったけどレア役指定した。ちょうど天井手前でしたが、
これ単独紫菜奈だよ。あ、多分あの光った時に出会い役してしてそれで当選してるはずだから。マギクイやれない。私に任せて。ありがとうございます。30? あ、超えた。おっとおっと、マジ100。いやー、435ゲームでも1156枚まで伸ばしました。これをもう一回やればプラスなのね。結構体力使えます。結果マイナス754枚と、もう最後まくりきれなかったんですけど、まあでもそうですね、最後まくってる勢いはね、そうなんですよ、良かったですもんね。最後の最後にそうやってやっぱ設定差のあるやつがポンポンって来たので、はい、うん、あ、まあそこで打ち続けて正解だったのかなとも思えたし、はい、あの希望は見えてたはずなんですよ。波を掴んで勝利を勝ち取れ。データロボサイト7。